どうもこんにちは。湘南 AJ クリニック大阪院の斉藤です。今日はですね、当院に寄せていただいているいろんな質問があるんですよね。その一つをね、抜粋して、で、回答をね、ちょっと一緒にお話しようかなと思います。はい。で、早速なんですけど、よくあるご質問を紹介させていただきます。はじめまして、生え際の薄毛に悩んでおり、頭皮の脂が多くベタつきます。レーザー、メソセラピーに興味があるのですが、高額なため内服薬を考えています。内服薬でも生え際が濃くなることはあるのでしょうか、というご質問です。はい、たくさんの方がね、生え際のご相談あるんですね。いろいろちょっと ポイントがあってですね、まずこの方ね、頭皮の脂が多くベタついてるって言ってますよね。これ薄毛で悩んでる人結構ね、脂が多い人多いんですけど、これはね、原因になってるのは悪い男性ホルモン DHT っていうんですよね。多くなってる可能性があります。 DHT の作用っていうのは、一つは毛根を、ね、萎縮させて、で、成長期の短くなった毛を作らせちゃう、ね、だからそれで薄毛になってくるんですね。もう一つはいわゆる油ぎっしりしますね。皮脂腺を刺激して油っぽくしちゃうんです。だから頭皮がベタついてきて、なんとなく薄くなってきたとかっていう人はたくさん見えますね。このスタート典型的な感じがしますよね。で、治療に関してはね、廃業に関してはいろいろな方法があると思いますね。で、植毛術っていうので改善をさせる人、それからお薬と、それからメソセラピーっていうもので改善させる人、ね、いろいろ取捨選択だと思うんですね、その人もね。っていうのはあるんですけど、実際に治療をたくさんの人見てきて、で、やっぱ診断が非常に重要だと。で、こういうお薬系で生え際が良くなる人もいますし、あんまり良くならない人も見えるんですね。でそれはちゃんと毛根の状態をちょっと見ないといけないですね。マイクロスコープで診察をして、で確認をして良くなりそうかどうかっていうのを判断しますよね。で、まあ、結論から言うと、生え際で、内服薬だけで変化が起こるというのはあると思います。あるんだけど、どこまでいけるかっていうとね、その後の人に重要かなと思うんですよね。で、たくさんの人を見てきてるんで、予想はね、言ってあげることができますね。はい。あと、メソセラピーですね。レーザーによる治療っていうのね。で、これは、毛根に成長因子っていうのを、レーザーで届けるんですね。で、そうすると、毛根の中の細胞が動き出して、で、太い毛をまた作れるようにって言って直されるわけです。で、こういうのがやっぱ必要な人と比較的やっぱり年齢がちょっと進んできた人とかね、っていうのは毛根自体が老化をしてるんで、なかなかね、お薬だけで良くならない人とも見えるんですね。で、そういう人はメソセラピーもしっかりやった方がいいっていう、そういうね、カウンセリングになることが多いですかね。はい。わかりました。最終的に、お客さんがどうなりたいかによって治療方法も変わってくるんですよね。その通りですね。やっぱり手術が必要なんだけど手術嫌っていう方も見えますし、ね、あと年齢とかですね、あと今までの治療の経過とかね、どういう治療を受けてきたとか、そういうものも非常に重要な材料で話するわけですよね。はい、はい、本日はですね、当院に寄せていただいているたくさんの質問事項ですねから抜粋をして、で一連のお話をさせていただきましたね。まだまだたくさんね、いっぱいな質問があるんで、これからもね、お話をねしていきたいなと思いますね。はい、ね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。